霧道市青や議場は、長野県東築間郡筑北村坂北にあった、日本の城。青柳市上館跡として、長野県指定史跡。青柳城はこの地の豪族で、尾身氏の一族である青柳市の城であった。品の守護の小笠原長時が、武田晴信に敗れた後、小笠原氏に侵入していた、青柳清長は、武田氏に従った。 天文22年の第一次川中島の戦いでは、春の部が一時ここに居場した。また、この合戦では、長岡影虎は、らしな軍から、千熊軍へ進出し、青柳城に放火した。武田氏滅亡後、青柳より長は、上杉影勝に従い、品の府中を回復した小笠原城景と青柳城、尾み城を争い、後に和儀を結んだが、天正15年には、 不可市場で中殺される。その後は、小笠原氏の家臣の少林氏が在番したが、慶長年間には廃城になった。現在は、青柳城市公園として整備され、模擬城門などが復元されている。車、堀切など、遺構もよく残っており、一の車には、小笠原城系時代の布目摘みの石垣を見ることが、できる。より長の息子、青柳正安は後に、真田家臣となる。 慶長5年の佐田正幸の久戸山駅に随行した16名のうち、佐田信重と共に大阪入場した数少ない一人である。正幸氏を他の家臣が上田に戻っていったのに対して、高梨内樹と青柳正安の二人は、雪村と共に久戸山に留まり大阪の陣に出陣。最後は、大阪夏の陣にて雪村と共に討ち死にしたと見られている。 現在の清長寺付近が館跡である。清長寺は、天正元年、青柳城主、青柳頼長が父、清長の母提を弔うために創建した。小笠原氏が青柳氏を滅亡させた後、館跡の現在地に寺を移して整備した。天正八年、青柳頼長が切り開き、おみ塾から青柳塾への通行を容易にした。江戸時代には、京方元年、 明和六年、文化六年の3回にわたって切り下げた記録が、切り士の岩に刻まれている。周辺には百体観音が安置された。善光寺同盟書図には、税によりて、旅人ともに、牛馬の往来いささかも藩はしきことなく、のを越え山を越して、尾み宿に至るとある。最も大きい切り士で高さ6メートル、幅3メートル、長さ27メートルで史跡に指定されている。 ありがとうございます。